この後送りバントでそれぞれランナーを進め、バッターは大会屈指のスラッガー4番石井。一二塁間抜けました。三塁ランナーホームへ。セカンドランナーも三塁を回った。ボールはファーストカットホームへ。1回の裏、浦和学園速攻2点。エース神田が早くもブルペンで投球練習。